ラジオ第1103回、今日は平成30年2月28日水曜日です。時刻は午前10時、横浜港北水曜日の午前10時、朝ですね。2月が今日で終わりになります。もう横浜港北、窓から見える風景も春を感じさせる、そんな明るさ。明日から3月です。教え子たちの合格報告もどんどん届き始め、まあ毎年の行事ですね。明るい横浜港北の朝を見ながらの放送。今回はハロルド・ラスキ著、近代国家における自由、取り上げます。ハロルド・ラスキの近代国家における自由。イギリスの人、ラスキ、ユダヤですね。20世紀の前半を生きた人、1950年に亡くなっています。で、今ラスキっていうと、もうほとんど忘れられた学者さんですが、そうですね、あの日本でもそのちょうどラスキが亡くなった頃あたり、このあたりをピークに、あのラスキ研究というのが流行ってたんですね。ですから戦前、戦中、戦後、ラスキはその戦後5年ほどして亡くなっています。1950年、まあ、その頃をピークとしてなわけですから、それこそ戦前、戦中、あのいろんな人がね、当時有名だった、その社会学者、哲学者、政治学者みたいな人がラスキを取り上げて論じていましたが、20世紀の後半にどんどん忘れられていき、そして21世紀も今2018年ですから、もうラスキを思い出す人もいないけれど、あのかつて、そうですね、東大ですよ、東京帝国大学の法学部あたりにものすごい影響を与えた、あの牢山とかね、丸山とか、ああいう人たちですよ、久野とか、こういう人たちにあの大きな影響を与えた、あのまあ思想家ですから、この夢ラジオではそういう今では忘れられちゃった人も取り上げる、そしてその意味を考え直してみる一つの使命です。ラスキ、いろんな著書があるんですけど、まあ今回は近代国家における自由、Liberty in the Modern State、 1930年、これを取り上げますね。 Liberty in the Modern State。 ほんで、その近代国家における自由で、ふーんと思っちゃうだけですが、今となっては。ただし、国家と個人がどういう関係か、そしてその時自由という概念をどう捉えるべきかの先駆的な書でもあるんですよ。国家と個人はどういう関係か、そしてね、その時発生する自由という概念はどうあるべきかについて論じた先駆的書。まあ戦後、あの自由論とか正義論というのが、例えばアメリカで非常に盛んになりましたから、その埋もれちゃったんですけど、その議論の中で。けれど、もっと向こうに
割と初めてその国家と個人の関係を、そしてそこから自由というのを論じたラスキの著作がぼーっと浮かび上がってはくるんですね。例えばですね、19世紀の国家と個人の関係っていうと、19世紀における国家と個人の関係なんて言えば、そうですね、例えばヘーゲル哲学においてはね、ざっくり言うとですよ、ざっくり言うとヘーゲル哲学においてはもう個人の目標と国家の目標がね、もう一致するのが理想なんですよ。個人の目標と国家の目標がパーンと一致して、そして個人と国家がそれぞれ溶け合って、なんか世界精神みたいになる、そんな感じ。だから個人と、国家というのは対立概念ではなかった。そう言っていいでしょう。あれ、革命を唱えたマルクスにおいてすらですね、国家と個人の関係というのはですよ、あんまり強くは論じられてないんですね。マルクスが論じたのは階級の対立ですから、階級間における対立をマルクスは論じた。そしてその労働者階級がね、ブルジョア階級の作った国家を壊すみたいなことは延々と述べても、つまりこれもやっぱりヘーゲル哲学のありようなわけですよ、マルクスもね。が、その階級とかそういうののけて、一般的に国と個人はどうあるべきかと言った場合、あまりそういう視点がない、マルクスにもね。そして素のままの個人と、そしてどんな種類の体制かはともかく、国家とがどういう関係を持つべきかがしっかりと論じられるようになったのは、やっぱ20世紀、しかもこの書くらいからでしょう。1930年のラスキです。だからその意味においては重要で、ですからちょうど戦後においても丸山正夫がね、戦後においても丸山正夫が国家について思索し、そしてその国家によって個人が押しつぶされないためにはどうすればいいかみたいなことをずっと政治学で論じたじゃないですか。だからそういう丸山がね、このラスキを戦前戦中および戦後にかけて幾度となく論じたっていうのも、ああ、そりゃそうだろうなと。で、丸山だけではありません。もういろんな学者が日本のね、ラスキーを参考にし、けれど忘れられちゃったと。まあね、ラスキーが忘れられたその背景というのは、そのラスキーが取り上げられていた戦中戦後あたりの後、強烈にマルクス主義が日本の中に入ってき、そしてさっきも言ったようにマルクス主義っていうのは階級間の対立は煽っても、国家と個人の関係を体制を抜きにして冷静に論じようとか、そういう視点がなかったのでかき消されちゃったラスキの議論はね。そしてそのマルクス主義もどうもおかしいぞ、マルクス主義もどうも変だぞっていうのが20世紀の終わりぐらいになってやっと認識され、でちょうどその頃にはアメリカにおけるその正義論とか自由論とかもポツポツと日本に入り始めちゃったから、よっしゃと、個人と国家の関係はこのアメリカの政治哲学ですね、そこでそこから学べばいいということから、20世紀の初頭にぼんやり浮かんでたラスキーの哲学がどっか行っちゃったと。さて、1930年の近代国家における自由、ラスキ朝。自由とは本質的に拘束の欠如のことである。いいですね、これ。自由とは本質的に拘束の欠如のことである。あるいは、強制がないということだ。こんな言い方もしてますね。強制、コムパルションですよ。強制がないことである。つまり、自由とは、これこれをする、していい自由とか、自由とは、これこれの目標に進んでいくことが許される自由、そんなんじゃなくて、なぜ拘束がない、強制がない。
消極的自由と呼ばれたりもしますね、これ。ほんでその20世紀の後半にこの考え方がリバタリアニズムという形でアメリカで花開きましたね。ですからこのラスキのこの近代国家における自由という書は、その後のリバタリアニズムを50年ぐらい先駆けて表現していたと言えなくもない。だからこの自由とは本質的に拘束の欠如というのはですね、さっきお話ししていた19世紀の例えばヘーゲル哲学なんかに対する批判なんですよ。ラスキはこう続けるんですね。自分と国家が一体化すると、自分と国家が一体化する、そういう哲学、自分と国家が一体化したいいな、その時にこそ自由になれると、これを理想主義だとラスキは呼ぶんですよ。もう一回言いますよ。自分と国家が一体化したら、あ、いいなと、その時に自由になれるんだと。これがまあヘーゲル哲学なんです、19世紀のね。けどこんなのはダメ、ラスキはこう言うんで、こんなのはダメで、ラスキは真の自由とは核なる理想主義の全面否定のもとに成立する。真の自由は社会の構成員、つまり国民に共通する一定の目的体系とは全く関係を持たない。いいですね。真の自由は国民に共通する一定の目的体系とは関係ない。つまりファシズムじゃない、そして自分と国家が一体するわけでもない。自分と国家が一体化したら自由になる、そんなの嘘をつけと。でそれを理想主義とラスキは呼んだんですね。自己の判断にのみ従うべきであり、他人の判断に従ってはならない。まるでリバータリアンの言葉を聞いているようですよ。最高権力によって、ラスキは続けるんですよ、最高権力による決定が国民権利を侵害しない国家こそ自由だと、ね、最高権力による決定が国民権利を侵害しない国家こそ自由である。つまり自由の条件とは権利侵害を未然に防ぐ条件のことだ。うん。でここからね、プリュラリズム、多元性という、主張にラスキは移っていくんですよ。この書においてプリュラリズム、多元性ですね、要するに国民の間で、あるいは社会の中に様々な意見があっていいと、そしてその様々な意見を言えるということが自由なんだと。やっぱりリバタリアンですね。そしてこうも言うんですよ。上から課せられた規則、つまり国家から課せられた規則は、たとえそれが国民のためを思っての規則でも、たとえそれが国民のためを思っての規則であっても、下から自然に湧き起こってきた規則ほどには効果持たない。うん、やっぱり自分たちの判断で、自分たちで決めた規則こそ民は従うのであり、いくら君らのためやからなと思って上から押し付けても、たとえ良いことであっても、なんだと思っちゃうってことですね。うん。このラスキの近代国家における自由というこの書を、例えば20世紀後半のリバタリアニズムの講師と見ても間違いではない。私はそう思いますね。ただしですね、このラスキさんはこの書を書いた、まあ、前後あたり、つまり1930年前後から、あのマルクス主義にこう傾倒していくんですね。もともとね、フェビアン教会っ
ていうところを通じてイギリス労働党と関わりのあるそういう学者さんでしたから、まあどっちかって言えば左派だったんですけど、もうこの書を書いた1930年頃からもろにマルクス主義に傾倒し、ソ連って素晴らしいみたいな感じになっていったんですよ。しかも暴力革命もちょっと匂わせましたね。ラスキさんは暴力革命もはっきりとは言わないけどちょっと匂わせたりして、うん、あのですからここで言っときたいのは、こういう後のリバタリアンにもつながる非常に先駆的な、その国家と自由の関係を論じたそういうラスキーにとっても、実は1930年代40年代っていうのは社会主義もしくはソ連が自由な国家に見えていたってことなんですよ。自由であの素晴らしい国家に見えていた、こういう先ほどまでの議論を先駆的に展開したラスキーにとってさえマルクス主義に展開傾倒し、その後そしてソ連にも呼ばれて、そしてソ連でも熱い待遇を受け、そしてその後ソ連寄りの発言をしていくようになった。だからね、労働党でも最終的にはあのラスキーはちょっと追い出される感じになりましたね。あの英国労働党はあの暴力革命を否定する、まあ、民主主義の中で の, あの労働者の運動というそういうあの位置づけでしたから、もう あまり過激にマルクス主義にはまっていくラスキがだんだん邪魔になっていったんですね。でその自由をここまで考えたラスキもそういう社会主義への傾倒、ソ連への傾倒があったっていうことは、まあ、第二次世界大戦でソ連が劇的な勝利をしたという、それを目の当たりにしたこともあるでしょう。なかなか同時代のことは客観的には見えにくいですから。ただしです、やっぱここまで知識人にね、当時一級の知識人にも社会主義がキラキラ見えた、だから今となっては考えられない、あのなんていうかあの組み合わせでしょ。つまりさっきのリバタリアニズムと、そしてマルクス主義って、あるいはあの共産国家というのは相入れないじゃないですか。共産国家はそのそれこそヘーゲル哲学バリバリのね、あの自由なんかない、個人と国家が一体だと、国家のために個人死ねみたいなさ、そういう国家じゃないですか共産国家って。全体主義とあんまり変わらない。なのにね、ラスキーはこの書の中であれほど自由の意味を考え抜いたにもかかわらずですね、そのそういうソ連に近づいていったというのは、やっぱそれだけ社会主義の力が20世紀前半というより20世紀後半もですよね、70年代80年代あの辺まで続いた、それほど社会主義共産主義っていうのはもう人の目を曇らせる、その良い例だとも言えますね、ラスキの、あの著作およびその生涯を考えてみると。1103回目の夢ラジオ、今回はラスキの書いた代表書近代国家における自由取り上げました。今から水曜日の一日始まります。